現地メディアによりますとロンドン郊外のルートンの大学病院で働いていたメアリー・アニャポンさんは新型コロナウイルスの検査で陽性が判明し7日から自らが勤める病院に入院していままましし、た。た妊娠中だったメアリーさんののは12日に急変しそのまま亡くなりました。 同時に緊急手術が行われ、帝王切開で生まれた女の子は元気に育っているということです病院はメアリーさんは皆に愛され素晴らしい模範的な看護師だったとコメントしましたネット上ではメアリーさんの友人らが残された家族のために募金を募っています 生まれた女の子の赤ちゃんはお母さんと同じ名前のメアリーと名付けられたということです。